集合。えい、お疲れ様でした。我々雪国はね、あの関東とか関西とか九州に比べて、思うようにボールが使えないと昔から言われている雪国のハンデ、雪のハンデっていうのがあると思うんだけど、でも駒大苫小牧さんが優勝してからもうあれ雪はハンデじゃないんだと、雪ってアドバンテージなんだって、うまく使ったら優勝できるんだっていうのを証明してくれたと思うんだよね。やばいやばいやばい、今日話長いぞ。雪の上で歩くとき体幹をしっかり意識して、丹田ですよ、丹田で、つま先重心で歩く。そうすることによって、バランス能力が鍛えられる。それが守備の時に生きてきたり、バッティングの時にここ一番で拾うことができたり、そういうのにつながっていくと思うんで。走った後の冷えの速さなめんなよ。雪をアドバンテージだと思って取り組んでいきましょう。お疲れ様でした。マジ速攻風呂入ろう。ありがとうございました。